サインでももらえないかなと思ってね、みんなこう裏方がフリーの正雄さんがこのラジオカウボーイに来るなんて、ナックファイブだって呼べないのにくらいのこと言ってましたからでも川越はね、あれなんです、まあ、ゆかりが多少あって、あ、そうですか。自分が栃木県なんですけどね、はいはい、足利ですもんね、だから近いという隣の県ということもありますし、なんかね、憧れてた、好きだった女の子がね、はい、なんか結婚して嫁いで、川越へ嫁いだということもあって、この放送をもしかしたら聞いてるかもしれません。はあ、いい思い出話ですね。なんかね、それ詩になりそうですね。そうですね。ラジオを聴いてるリスナーの中に僕が好きだった人がいたみたいな、はい、そういう詩を書いてくださいって言ったら書いてくれるんですか。僕今年なんかもう一曲ぐらい出したいなと思ってるんですけど、もちろん喜んで書かせていただいて。やったー、聞いたちょっと嬉しい。ということで、今日1曲目をですね、早速ちょっと、ご紹介代わりにかけようと思うんですが、なんと A ちゃんですね。A ちゃん、さて六輔じゃないですよ。矢沢の A ちゃん、Somebody's Night。これはどういう感じで頼まれて書くようになったんですか。キャラルの時から僕ファンだったんですね。大学生の時だったんですけれども、キャロルのコンサートも行きましたし、もう生で見てて、もうその中でね、ジョニー・オクラとさんと矢沢永吉さんっていうね、もうすごいコンビだわっていうのがあって、それから作詞を始めた時に思ったことは、いつか名前が売れたら自分の矢沢さんからオファーがあるんじゃないかなと思ってたんですけども、何年待っても来ないんですよなんだ、嫌いなのかなと思って、知らないのかなといろいろ考えて、そしたらたまたまなんですけども、友人っていうか、まあ友人が、知人がディレクターになったんですね、矢沢さんの。だったんですね。それで、そいつに会いに行って、矢沢さん書きたいんだけど書かせてくれないかな、僕だったらこういうふうにね、こういう歌書けるよっていうふうに言ったら、2時間ぐらいそれ話したんですけど、そしたらね、その今の熱い思いを本人にぶつけろみたいな。だから今ツアー中だから、僕がどこにでもその売野さん書いたお手紙を持っていきますから、書いてくださいって言われて、でお手紙を書いて、企画書っていうかな、こういう内容コンセプトでをいっぱい書いて、それを持ってってもらって、それで博多でね、九州福岡で会ったという。会いに行ったんです。会いに行ったんです。だからまあおいでよっていうことで。おいでよってことで。でその夜もね、飲み歩いたり、僕飲めないんだけど、一緒に遊んでいろいろ話したりしてて、で素晴らしい男だなっていう、もうね、魅力の虜ですよね。わかりますよ。そうなっちゃって、それで一切その仕事のことには触れないけれども、それから何週間かな、1ヶ月ぐらい経ったでしょうかね。そしたら突然詩書いてくれないかっていうことで、このSomebody's Nightのテープを渡されて、スタジオまで行ってプリプロやってたのかな、それでその場でこれなんですよっていうことでテープ聞かされて、それで書いたんですね。だからその時に「Somebody's Night」ってすでに歌ってんです。本人がね、本人がでたらめな映画で歌うって言ってますもんね。ただ矢沢さんって謙虚な人で、あんま押し付けないんですよね。使ってくれても使ってくれても使わなくてもどちらでも構いませんから、使ってくれたらまあ嬉しいかなとは思いますけど、他のね、自分が気に入ったものがあればそっち書いてくださって結構ですみたいな感じで、ああいう喋り方なんですか。そうです。皆さんが知ってる矢沢さんの特徴的な喋り方でおしゃべりになります。想像ができるようなできないようななんかちょっと幸せな時間ですよね。すごく一緒にいて、その後結構蜜月時代が続いて、うんうん、なんかよく飲みに連れてってもらったりしましたけども、本当になんか人間の器の大きい人かな、うんうん、優しいんですよね、うん、やっぱりそれ何度も感動しましたね、はい、いやー、与沢ファンからしたらもうよだれが出るようないいお話でございましたね。じゃあ、聞いていただこうと思います、矢沢永吉、Somebody's Night。はい、お聴きいただきました、矢沢永吉、Somebody's Night。これは CM でしたよね。そうですね。本人がキャラクターで出てるコマーシャルのね、これがですね、何枚目なのかちょっと今記憶にないんですが、ものすごいヒットしたことは記憶にあります。そうセンセーショナルだったんですよね。やっぱりこの売りのワードっていうか世界観でいうと、そのポアゾンっていう、いわゆる香水、こう殺す、蛇のように殺すみたいなそれが出てくること自体、なかなかやっぱりその商品名を歌詞に入れるっていうのは、なかなか難しいのかなと思うんですけど、そんなこともないんですか？僕よく使いますけど、普通の人はあんまり使わないんですね。なんかね、ほら桃井ちゃんの緑の中を走り抜けていく真っ赤なポルシェっていうそのポルシェもね、紅白ではいけないって言われて、真っ赤な車に変えました、あれでも作詞家を冒涜してますよね。あれポルシェだからかっこいいのにねって、だからそのまま歌っちゃえばいいんですけどね、やっぱりそうすると次がないだろうと思ったんでしょうけども、バブルガンブラザーズもそうですよ。ウォン・ビー・ロングも「足りない頭だな」っていうのがいけないって言われて、あそこも変えたんですよ。そうですか。それがいいのか悪いのか分かりませんが、矢沢さんの楽曲でございました。まあこれ